シャボン玉を作る子供シャボン玉は、主に野外を主体とする遊びの一つ、もしくはその遊びによってできたシャボン膜から生成される球体である。空気中で作られる泡であると言っても良い。石鹸を意味するシャボンの語源は、16世紀スペイン語の座文に由来するだが、16世紀当時 J は作業で発音されていた。俳句においては春の季語となっている。 シャボン玉水面のシャボン玉一般的には接点などの水溶液にストローなどの細管の一端をつけ、端口に白膜を張り、細管を引き上げ、細管の他方の口から細管内に呼気を吹き送って、端口に張られたシャボン膜を膨らませ、細管口でシャボン液の球体を作る。さらに勢いよく、息を吹くか、細管を適当に動かして、シャボン膜による玉を振り切り離すと、 シャボン玉を空中に浮遊させることができる。吹き方によって大きなシャボン玉を少数個作ることも、比較的小さなシャボン玉を多数個作ることもできる。シャボン玉を作るため、次のような道具が用いられる。シャボン液市販の製品もあるが、石鹸、ポリビニルアルコール、グリセリン、砂糖、ガムシロップなどを水で薄めて自作することもできる。 家庭用の液体洗剤のみで作成可能である。シャボン玉を長持ちさせるための調合方法がいくつか考案されている。ストロー口で拭くことによってシャボン玉を生成する道具である。市販のものもある。枠口で拭く方法のほか、針金で作った枠にシャボン膜を貼り、その枠を動かす各地で拭く化してシャボン玉を飛ばす方法もある。シャボン液を多く染み込ませるため、 枠にケイトなどを巻き付けることが多い。バブルガン本体のタンクにシャボン液を充填し引き金を引くと先端からたくさんのシャボン玉が飛び出るようにしたもの。シャボン玉発生装置パーティー会場、舞台などでシャボン玉を飛ばして演出を行うため大量のシャボン玉を自動的に発生させ飛ばす装置。イベントなどで使われるシャボン玉発生装置の中には 水だけで泡を発生させる特殊装置を使い、周囲への影響を残さないようにしているものもある。本造項目のソード部にあるようにシャボンは石鹸を意味する。ただし、当初、日本では石鹸は高級品で一般的なものではなかった。そのため、ムクロジ、芋柄、タバコの茎などを焼いて、粉末状に加工したものを水に浸して用いていた。森佐田万二十八には、 サボン玉売りについて、三と共に、和樹もっぱら売りれの、大阪は、徳土人祭祀の日もっぱら売り来る、小児の老物なり、サボン湖を水に浸し、祭刊をもて吹きれの時に、丸泡を生まず、京藩は死に、吹き玉やサボン玉、武器は、五色の玉が出る云々、江戸は死に、玉屋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 とあり、江戸時代から行われていたことが知れる。年に初めて、 シャボン玉の矢野が現れたとされる。季語として用いられ始めたのは、比較的、新しく、山本健吉は、私の知る限りとした上で、大正14年間、高木総合の大正新州祭,祭時期に、春の季語として載せたのが、早い例であるとしている。1970年7月、厚生省は中性洗剤を飲み込んだ場合、肝臓や腎臓に障害を起こす恐れがあるため、 子供のシャボン玉遊びに使わないよう通達を出した。しかし1971年 ABS が含まれたシャボン玉液を誤飲した子供に声のつぶれ、吐き気、顔がかぶれるといった症状が出て問題となった。触れるシャボン玉通常のシャボン玉は数秒から数十秒で壊れてしまう。そこで多糖類などを用いて作った。 シャボン玉が固まるようなシャボン液が市販されている。人が入れるシャボン玉シャボン玉ショーなどでよく見られる。大きなリング状のシャボン玉形成具で作ったシャボン膜の中に人が入るタイプが多い。市販品もある。ありがとうございます。